欲しい。さあこれはチャンスになる。シュートまで持っていけるか。若さ出してない。シゲです。ゴール前、ここに若さのシュート。一つシュートで終わりました。ブラウブリッツ秋田です。スローインは梅井です。梅井大輝ロングスロー、ゴール前まで行く。ヘディングは藤本、ループシュートはどうだ。ここは決まっていない。これもゴールラインを割っていません。斉藤ホームロー、右からクロスが入る。ニアサイド、おっと星野シュート。マイナス、後ろに戻して、もう一度鈴木がフリーになっている。狙いすました、クロス正面来た。37分セットプレーからでした。先制したのはブラウブリッツ秋田。右から3番鈴木純也、狙いすましたクロス正面、素晴らしいヘディング。梅鉢、星光太、星、斉藤、星、中に3人待っている相模原です。星スピード上げる、縦に入れて、さあ斉藤フリーだ。斉藤のシュート。42分前半のうちに追いつきました。 SC 相模原、見事なボールポゼッション。ここでスイッチをキュッと入れました。最後は全くのフリーになった斉藤。ヒールで落としたのは28番の鹿沼。斉藤が決めて追いついた SC 相模原。斉藤隆二、今シーズンの7ゴール目、貴重な同点ゴールになりました。ああ富澤も後方でガッツポーズ。フリーだ、鈴木のシュート。ワンタッチあってコーナーキックになります。鈴木純也が蹴ります。鈴木、宮江のボール跳ね返した。下飛びのシュート、星がブロックした。キヤキヤキヤ、ちょっと見といて、ここ OK だ、ここ少し反応だけ、反応だけ。いいボールが入ってきた。セカンドボールはカヌマ、左に展開する。さあ角度がある。ここからロングボール、さあどうする。梅井のヘッド、ゴール前に上がっていた梅井大輝、194センチ。今度は後ろ和田、和田がスピードに乗る。和田が行った。和田深い切り返し、和田つなげるか、戻して鈴木純也、タイムアップのホイッスル、笛が鳴った瞬間、メインスタンドからファン、サポーターのため息も漏れました。最後まで諦めず逆転ゴールを奪いに行った SC 相模原。相模原得た勝ち点1。